パートナーができました。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ビワマスです。パートナーって言っても AI なんだけどな、マリサだぜ。リア充撲滅、小笠だよ。何を勘違いしてるか知らないけどパートナーって ASE のことだからね。恋人できたかと思った。And lights the surface of both Moon and Earth. Under Councilman Johansson's trusted leadership, our harvests have been bountiful and our NPT signals steady. Through labor, we grow. All of us.前回何かが起こったらしいと分かったトンボーではヘリウム3の採掘が行われてたってことみたいですね。Spanning a distance of over 400 kilometers to connect to the moon's surface, the Pearson Space Elevator is by far the tallest structure in human history. Safe, secure, and comfortable. The station connects moon and man. The monumental and ambitious construction was completed in 2041.When the station was crowned with the MPT transmitter. With it, the MPT network was finally complete. Pearson Space Station, our stairway to the stars.なるほど、私たちが最初に到達した宇宙ステーションは最後に完成した建物だったんですね。Copernicus Moon, where the Lunar Council and the pioneering astronauts constructed the first sustainable outpost on the moon.Seasoned explorers and aspiring colonists alike gather on this historical site. It is amongst them that you will find your place in protecting a prosperous future for all. It is here that greatness dawns.未来の繁栄を約束、ですか。なんとも皮肉だな。地球は全域が砂漠化してるし月も一っ子一人いないもんね。The microwave power transmission is a technological model that provides both Earth and the lunar colony.Energy from the Tombow reactor is relayed across the frontier through Copernicus Moon Hub and Pearson Station. As the transmission is received by the vast array of 42 MPT ground stations along Earth's equator, it is distributed with equality and fairness to bring light to our families back home. We provide the new flame for everyone.トンボーには核融合炉が設置されてるんですね。そこで月と地球全域のエネルギーを賄ってたんだね。とりあえずガイド音声は聞き終わったので中心部を探索してみます。非常用電源を発見しました。持ち出しておきます。強奪したまま2階に上がります。おい。ホログラムを発見しました。Hold up. Do you see the people down there? They will be the start of a new chapter. Together.We will be humanity's future. At what cost, William? We're saving the species so we can start again. If this is what it takes for humanity to survive, I'll gladly take responsibility. There you are, Johansson. Without your help, this wouldn't have been possible. Isaac? This was not the agreement, you know that. We need to get the MPT back online. Be realistic, Rosa.Even if we ever manage to provide Earth with all the power it needs, what do we truly gain? More time to see oceans and deserts taking our homes. William, I've done my part. Let's just go. I'm done with this mess. You heard the man? Let's go. Outward begins. なんかこの男二人いけすかないな。まあそう言うなよ。少なくともアイザックの方は苦渋の決断って感じに見えたぞ。データベースにもアイザックはしぶしぶ議論に参加したって書いてあるよ。まあ相変わらずマッカーサーが危険人物なのは変わりないがな。探索を続けます。ASE 頼んだ。少し離れたところをふわふわ飛んでるから作動まではちょっと時間がかかるね。よし、扉のロックが開いたので先に進みます。扉の先はこの月面基地に降り立ってすぐの時に探索していたエリアに繋がっていました。そして取り残し発見、データベースを見てみます。キャシーは月に連れて行かれたって表現が悲しいな。キャシー本人はここに来たいって思ってたのかな。どうなんでしょうね。少なくとも姉のクレアにとってはかなり辛かったんじゃないでしょうか。下の階に戻ってきました。一番最初にも見えていた大広間があるな。奥に見える石碑が気になってるんですよね。どうやらスキャンできるみたいなのでスキャンしてみます。データベース確認。大停電の6年前つまり主人公の時間軸から考えて11年前に実験用冷凍保存発電機が機能不全に陥った話が書いてあるな。電源が欲しいとか言ってるのでとりあえず入れてみます。
なんで動かないのさ、なんとなく予想はつくな。ほら、電源が必要って言ってる。一個のエネルギーセルでは電力が足りないんだろうな。つまりエネルギーセル探しってわけですか。よし、メンテナンスルームから攻略していくことにします。ここなら1個で扉を開けられそうだな。よっしゃ、早速探索しに行きますよ。扉の先には何が待ってるのかな？あれ、これ私たちが出てきたところだから探しても意味ないんじゃない？気を取り直して乗組員室の攻略をしてみます。さあ、今度こそ道の領域に足を踏み入れましょう。巨大なモニターには砂嵐しか映ってないね。まあ人がいないんじゃ何かを表示しておく意味もないからな。さあ、攻略開始。まずは左手から、ハズレっぽい方から順に探索。探索ゲーの基本だな。行き止まりの道から先に進んで宝箱だけ回収していきたいですよね。見て、椅子のスキャンができるみたいだよ。データ確認してみて。マッカーサーが ASE ユニットの安全リミッターをオーバーロードさせた。どう考えても危険だよな。マッカーサー、危険人物からテロリストに昇格だね。昇格しても全然嬉しくないよね、それ。それじゃあ先に進みましょう。なんか不穏な音が聞こえてくるな。これもしかして閉じ込められた。ミッションログを見る限り警備室を確認しないとここから出られないっぽいですね。しかしなかなかに広いから探索に手間取りそうだな。まずは上の階左側の個室から確認していきます。 A さんの部屋は入れるみたいですね。何か資料とか落ちてたりしないか。開けても何の意味もないロッカーしか見つかりませんでした。最初の位置から見て奥側 B1 の部屋も入れるみたいです。メモがあったんだけど、この時は見逃してました。最初の位置から見て右側、C2 の部屋も入れるみたいです。演説をしてる人のデッサンだな。先駆者それとも独裁者、マッカーサーなら独裁者。余計な一言付け足すな。最初の位置から見て右側、C3 の部屋も入れるみたい。机の上の本を確認。宇宙飛行士が月に降り立ったら誰も住んでなくて、放棄された理由を明かそうとする。ムーンマンは本心を見せない人工知能の力を借りるしかないと知る。ムーンマン、いよいよ主人公の状況にぴったり当てはまる状態になってきたな。上の階は一部屋を除いて調べきったので下の階に行きます。残ってる一部屋どうするの？多分入ったらストーリーが進むので下を探索し終わってから見に行きます。下の階ではストーリーが進むことはない。はず。とりあえず道すがらスキャンを行ったので確認。どうやらここにはトンボー核融合発電所の避難民がいたみたいですね。しかし核融合発電所が事故か、怪しいな。何がおかしいの？爆発とかしたんじゃないかなって思うんだけど。核融合発電そのものは何か問題が起こったら燃料供給停止。連鎖反応は起こらないので原理的に暴走することがありえないんですよね。まあ考えられる状況としては指導用の電力及び動力源として核分裂炉が採用されていたらそれのメルトダウン、これが一番しっくりくるような気はするな。まあ継続的に運転しない電力源に継続運用前提の核分裂炉を積むっていう、その状況設定自体に私は違和感を覚えるんですけどね。下の階調べきったので音声記録確認します。 Come in, Rolf. I'm at the quarters.Do you read me? Copy that, Sarah. I hear you. Anything interesting? Everything's deserted, so nothing new here. Sarah, Rolf, this is Pearson Control. Our time's running out. Take the elevator back up here to make it in time for evacuation. You've got 2 minutes. Negative, Control. MPT network is still offline. Leave it. We have to go. Head to the elevator now. I'm not putting anyone at risk. Understood. Wrapping up now. Sarah, you heard Control. Are you almost here? Sarah, come in.Everything okay? Come in. Rolf, get over here quickly. An AZ unit just activated, but something's not right. The doors are locked behind me. What do you mean? We've got to go. I'm serious, Rolf. Get over here. I can't get out. 30 seconds or you're too late for evac. Head to the elevator Negative now. Control. Engineer Baker requires immediate assistance. We need more time. Evacuation procedure cannot be delayed. Negative. I'm calling up the elevator now. Negative Control. Control. No, guys! There's still time! I just need some help. Rolf, are you still there? No! ASE ユニットが暴走、その上皿は月面に取り残されたみたいですね。暴走ってどういうことだろうな。ASE ユニットのオーバーロードってやつじゃない？それだ、皿もマッカーサーの被害者になっちゃったんだね。詳細を知るためにも前に進まなきゃな。でもドアの暗証番号がわからないので再度探索してきます。
下の階に置いてあった卓球台の近くにスコアボードがあるのを発見しました。暗証番号とは関係ないと思うぞ。ようやく気づいて B1 の部屋の暗証番号を確認。どれどれ、緊急時にはムーンハブの施工年を入力してください。施工年っていつだっけ？エネルギー危機が2030年って言ってたよな。パート1から確認し直したい人は右上の i マークか概要欄のリンクを確認してね。で、つまり暗証番号は2030。あれ？ 2030 はエネルギー危機の年だな。確かその2年後に何かが起こってた気がするからとりあえずそれを入力してみましょう。2030にと。正解、ということで、最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録してくれたみんなもありがとうね。あったかいコメントは私たちの動画制作意欲をかきたててくれてるんだぜ。この動画少しでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価忘れずにお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。